どうも、緊張しすぎるマジシャンの伊藤海人です。さて、今回は、前回ね、質問コーナーをやりますっていう動画を、確かね、2ヶ月ぐらい前に出したと思うんですが、今回それに答えてみたっていう動画をやっていこうと思います。で、今回もね、インスタのストーリーズとか、あと Twitter のリプラン、そして YouTube のコメント欄、これらからね、たくさんのコメントをいただきました。皆さん本当にありがとうございます。今から早速答えていくわけなんですが、よろしければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まずはじめにインスタのストーリーズよりね、いただいた質問を見ていきましょう。マジックを始めたきっかけは何ですか？で、この質問をくださった方がですね、僕がよく見に行く配信の、ライバーさんよりいただきました。で、きっかけはですね、まあもちろんテレビの影響が大きいっていうのもあるんですが、お店に売っていた、マジックグッズが一番のきっかけでしたね。で、お店は何なのかっていうと、例えば東急ハンズとか、あと一部のビレッジヴァンガードにもね、マジックグッズが売ってたりします。そういったところに行って、買ってね、練習していくうちに、どんどんマジックの面白さを知ったわけなんですよ。僕がよく買うね、マジックグッズは、天洋っていうね、メーカーがあるんですけども、そこから買っております。で、もちろんいろんなね、商品あるんですが、その中の一つ、ちょっとね、今からやりたいと思います。さあ、今回使うのはこちら。裏も表も水玉模様のハンカチ。こちらを使います。さあ、まずは、端と端を合わせて、折っていきます。そうすると、こんな感じで袋の状態になりますね。中に手を通すと、こんな感じでしっかり通っているのがわかるかと思います。で、この中に、まあ何でもいいんですが、じゃあ今回はトランプを数枚入れていきましょう。こちらにトランプをまず1枚入れます。1枚ずつ入れていきます。そして、2枚目。どんどん入れちゃいます。そして最後、3枚目、入れます。さあ今この中には3枚のトランプが入っている状態なんですが、この状態でおまじないを、こうすると、なんと、一瞬で消えてしまいました。ただ皆さん、大事にしているものとか大切にしているものあると思います。ただそれらがなくなってしまった場合、嫌ですよね。僕も嫌です。だから、もう一度元に戻したいと思います。しっかりと折った状態で、この状態で、おまじないをかけてあげると、先ほどのトランプがまた出てきます。一枚だけじゃなくて、二枚。そして、三枚。と、また、すべてのカードが戻ってきます。当然この中身なんですが何もありません。ありがとうございます。はい、今お見せしたのがデビルハンカチーフというマジックで、まあ、ざっくりと言うと、まあ、小物類であれば何でも出現もしくは消せることができるよというマジックなんですね。だからもし興味があれば、東急ハンズ等で買えると思いますので、よかったらチェックしてみてください。でもしくはそういう専門店に行くとね、ずらーっとまあさっきやった、マジックとか他にもね、いろんな、マジックの道具がありますので、興味があればぜひ足を運んでみてください。次はツイッターからの質問なんですが、これは同じ方から2つ質問が来ております。YouTube 動画の投稿やワンセブンライブ配信がコンスタントに、続いていて、毎回楽しみなのと同時にすごいなとも思っています。もしかして苦なくやれる方なのでしょうか？それとも努力の賜物なのでしょうかということでいただきました。まあ、この方なんですけれども、僕が普段ね、配信をしている、17ライブ配信というアプリがあるんですが、まあ、917配信ですね。アーミーさんをやっている方からいただきました。ありがとうございます。どちらかというと、まあ、努力ですね。まあ、僕結構昔から継続力はある方だと思っているので、まあ、何気なく始めた YouTube も今ではね、習慣化になっていて、まあ、土日休みを中心に、毎週投稿しております。だから、このままね、どん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 投稿していって、チャンネル登録者数もドーンと上がればいいかなと思っております。配信もですね、まあ、ある方がきっかけで始めたんですが、その方っていうのが、マジシャンのルナさんという方ですね。多分、前の動画でもちらっと、触れてると思うんですが、その方のきっかけで始めました。やっぱり今の時期ってどうしても、こう、事情で辞めちゃう方がいらっしゃるんですよね。例えば、お仕事、本業の方が忙しくなっちゃって、辞めちゃったりだとか、あるいは、
芸能事務所に、まあ、所属になっちゃって辞めるとか、そういった方もいらっしゃるので、まあ、いろんな事情ありますけれども、まあ、せっかくね、僕新しいことを始めたからには、最後まで貫きたいなと思って、今毎回配信しております。まあ、最近はね、ほぼ毎日配信しておりますので、平日の日も、だいたい19時から21時の間で2時間配信しております。で、土日は、まあ、通常配信で、土曜日が13時から18時。日曜日が13時から17時まで4時間配信しております。だから毎日配信することで新規のね、リスナーさんも来るかなと思いますんで、これからもね、自分のペースで、無理なくやれたらいいかなと思っております。宿泊先の朝食がバイキングだった時、どんな組み合わせが多いですかということで、食べ物系の質問ですね。僕、中学3年生の時の修学旅行先が本来であれば東京に行けるはずだったんですよ。だから国会議事堂前とか、あとは東京ディズニーランドにも行けるはずだったんですよ。それが中学2年生の時に 3.11 東日本大震災が起きてしまって、でまあそれの放射線の関係で行き先が変わって大阪と兵庫になりました。大阪はユニバーサルにも行きましたし、他どこ行ったっけな、まあ他にもいろんなとこ行きましたね。兵庫はですね、確か南京町とかだったかな。そこでソフトクリームか豚まんかどっちか忘れましたけど食べましたね。めっちゃ美味しかったです。で、他にはですね、モザイクガーデンにも行ったかな。ちょっとそこら辺忘れましたが、行きましたね。その夜にですね、ナイトクルージング、船に乗ってバイキングを食べましたね。で、その時はですね、確か自分の好きなものを食べてました。まあ、どっちかっていうとそうだね、肉系が多かったような気がしますね。まあ、何を食べたのかは忘れましたけど、もう結構前の話なんで、忘れましたけれども、結構肉系がメインだったような気がしましたね。そこから、まあ、高校生になって、まあ、高1の教育合宿があったんですけれども、僕の学校ではね、入学してちょっと経ってから教育合宿っていうのがあって、ちょっと離れたところに行って、まあ、いろいろやるんですけれども、そこで、まあ、食べたものなんですが、自分で好きなもの取って食べるっていうよりかは、あらかじめ決められたものを乗せられて食べるっていう感じでした。だから、先生がね、はい、はい、はいみたいな感じで配っていく感じでした。あまり自分の好きなものを取れるっていうような感じではなかったような感じがしますね。与えられたものをね、食べてたような感じがしますね。高校3年生の時はですね、北海道に行きまして、その時は確か自分の好きなものを食べてたような気がしますね。まあパンも食べたような気がするんですけれども、もちろん肉も食べたような気がします。まあ結構北海道の思い出はね、めっちゃいい思い出がたくさんありましたね。まあ、それこそそうだね、登別、留寿都、小樽行ったんですが、まあ、登別はそうだね、地獄谷行ったかな。で、留寿都は、遊園地行きましたね。留寿都リゾート行きました。で、小樽は、小樽運河だったかな。なんかガラスペンとかがあるようなところに行きましたね。めちゃめちゃすごくね、良かったです。確かね、なんか人力車だったかな、にも乗ったような気がしますね。最後は YouTube のコメント欄よりいただきました。好きな食べ物は何ですか？キーマカレー。パフォーマンスでやるマジックはどうやって決めてますか？まあ僕自身ね、プロとしてやってるわけではないんですよね。だから実際に企業様のパーティーだとか、新年会、忘年会、そういったところに出向いて、マジックをするわけではないんですよね。だから友達の前とか、あとは会社の、まあ勤め先ですね。勤め先の、まあ、イベント、花見だとか、バーベキューとかで、まあちょこちょこっとマジックをする感じなんですけれども、実際花見って言ってますけど、本当はバーベキューをしてます。だから春と夏のバーベキューで、まあみんなの前でマジックをするわけなんですけど、どうしてもね、人が集まるんですよ。そういうイベントの日に限ってね。だから僕クローズアップ中心でやってるんですよね。だからカードとかコインとか、まあコインはあまりやらないんですけれども、主にカードメインでやったりしてるんですけれども、どうしてもね、人が多いので、カードだけだと後ろの方がね、見づらいんですよ。だから、そういった、遠くの人でもね、分かりやすいようなものを使って、分かりやすいものを使ってやるようにはしてますね。だから最近もね、新ネタ増やすようにはしていますね。それこそ、前に YouTube で上げたシルクセレナーデっていうね、マジックがあるんですけれども、それも、おいおいやっていこうかなと思っております。
最近ね、ロープマジック買ったんですけれども、ちょっとね、また新しく買い直そうかなと思っております。この間、夏のバーベキューだったかな、金釘危険術やったんですけれども、まあ、結構ね、震えながらやったんですよね。鼻にカンカンカンと釘を入れたんですけれども、まあ、どうにか、成功しました。結構ね、ガチの危険術なんで、まあ、皆さんは真似しないようにだけ気をつけてください。まあそういった感じで、マジックはですね、なるべく人数に合わせて、わかりやすいものを使ってやるようにはしてます。だから、友達の前だったら、まず別にカードとかコインとかでもいいんですけれども、逆に人数が多かったら、そういったね、まあ、カードだけじゃなくて、わかりやすいもの、大きなものを使ってやるようにはしていますね。はい、というわけで今回は視聴者さんからいただいた質問にね、答えてみたっていう動画を出しましたが、どうでしたかね。またこれからも400人になったら、やろうかなと考えていますので、もしね、希望があればコメント欄に書いてください。で、またこれからもいろんな動画出していきますんで、もしね、こういった動画見たいっていうのがあれば、そちらもね、コメント欄に書いてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画少しでも良かった、僕たち質問コーナーまたやってほしいと思ったら、評価、チャンネル登録もお願いします。そして私、伊藤海人の、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。